始まりました。いきなりおかしい、一人おかしいとか言わないで。ちょっとね、浮かれてるって来たよ。ほら、あ、こんばんは。ほら、まゆー、ハートマーク、ありさ、ありがとうございます。あの、ちょっと一回いいですか、はい、コメント後で拾います。はい、この番組はミラクルポッシュでミラクルを起こそうという番組です。今ちょっとずつ更新中なので、皆さんぜひともこれからも見ていただければなと思います。それでは、ちょっとおかしいまゆーはどうしたのかな。今日はリアライズの社長の誕生日です。わーい、おめでとうございます。おめでとうございます。あと自分が4月が誕生日っていうのがあって、はい、まゆーはもうすぐですね、来週だね。ハッピーバースデーつけさせてもらいました。来週だ。おかしいって言ってるけどね、失礼だからね。もう早速今日ずっとそれでいきます。今日ですか。途中で外しますわ。あ、外すね。まゆーファンからすると残念な感じだもん、これモザイクかかってるみたいなね。はい、オープニングだけこれです。はい、お、ポニーテールがやった、好評だ。やった。自己紹介がまだですね。そう、知ってます。はい、それでは早速自己紹介に行きたいと思います。むーちゃん、はい、皆さんご一緒に手拍子お願いします。愛してる、愛してる、変わらない、変わらない、みんなと一緒に、ありがとう。でもの担当はむーちゃん。はい、ポッシュのお色気担当、むーちゃんこと愛川みなとです。よろしくお願いします。ちょっと待って、ちょっと待って、声どうしたの、声いつも通りだよね、通常営業ですよね。みんな、むーちゃんありがとうございます。次はアリニャン。はい、自由で決まるな。アリニャン、ニャンニャン、ニャンニャン、うー、アリニャン。はい、ポッシュの妹、アリニャンこと町田有沙です。通常営業でやってます。よろしくお願いします。通常営業ね。はい、続いてまゆ。鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番色白なのはまゆ。ダマされやすさナンバーワン、まゆこと和樹まゆです。よろしくお願いします。次はたかこ。はい、皆様こんばんは、野上たかこと申します。真面目か。ボッシュのトンチンカン、野上たかこです。よろしくお願いします。あ、外しましたね。はい、通常に戻りましたね。はい、はい、それでは早速こんなお願いします。はい、生態調査モニタリングポッシュ、イエーイ。さあ、このコーナーはですね、ポッシュの生態を調査するというコーナーです。今回は2組に分かれてドッキリをするんですけれど、今回はまゆゆんと私がドッキリを仕掛けて、むーちゃんとありにゃんが仕掛けられる側となりました、はい、さてどうなったんでしょうか。 VTR どうぞ。まゆんです。たかこです。こんにちは。こんばんは。はい、今回のミラクルポッシュドッキリ企画、はい、プロ、なんだっけ、ドッキリモニタリング、モニタリングポッシュ、生態調査モニタリングポッシュの仕掛け人は私と、私、たかこです。です。今回はむーちゃんとアリニャンを引っ掛けま す。内容は、はい、内容はゆんちゃんが作ってきたチョコレートがとってもしょっぱかったら、はい、2人はどんなリアクションをするのかという、そのまでしょっぱいっていうのか、言わないで戻ってからしょっぱかったねっていうのか、なんて言うんだろうね、なんて言いますかね。ちょっと2人を、いや、お楽しみです。美味しいもので懲らしめてやろうと思います。そう、食いしん坊だからね。はい、お楽しみに。一応じゃあお願いします。たかこ、はい、私ね、バレンタインのチョコ作ってきたの、はい、あ、本当ですか、うん、すごい、はぁ、手作り、まだ味見してないんだけど、はいはい、あ、じゃあみんな呼んできますね、うん、ありがとうございます。おいしそう。ねえ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 、
しそう。何ゆんちゃん。お菓子作ったの。大成功。しょっぱい。どうですか皆さん、チョコのお味は。やばい。ちなみにこれ作った人言っていいですか。はい、まゆゆんお手製です。でも私普通にちょっと美味しいと思っちゃったんだけど。めっちゃ美味しい。でも仕掛け人も食べるとか超偉いね。超しょっぱいじゃん。でもなんかさ、戻せ、あ、戻すなよ。戻すなよ。大変です。ごめんみんな。ごめん。でもちょっと美味しい。やばいよ。協力者のゆんちゃんです。ありがとうございます。まずい。まずい。美味しいと思っちゃったんだけど。嘘でしょ。食べない方がいい。食べてくれた。食べない方がいい。体に超悪い味。病気のもとです。めいちゃんめっちゃこうやって私の方からこうやって笑ってる。いや耐えられない。やばいわと思ってもうこっち行ったよね。でもむーちゃんここでずっとしばらくこうやってたよね。んみたいな、おかしいみたいな感じのリアクションしてたよね。やっちゃったやつだと思って。ずっとも、でもゆっちゃんに言えないみたいな。本当にここでずっと。イエス。あ、いいんですか。あ、ありがとうございます。あ、まだ見ない。あ、ゆっちゃんおかしい。もう美味しいです。本当？ありがとうございます。作ったんですか。くるみ大丈夫。あ、大好きです。あ、くるみですか、マリ。作ったんですか。大丈夫。あ、大好きです。あ、くるみです。ちょっと。これがこんなに来ちゃったじゃん。いや、これ具合悪くなっちゃう味だね。いい感じだよ。もうライアーさん協力ありがとうございました。本当に。いや、自然に皆さん食べてきて。巻き込んでしまってすいません。
大成功やって。いや、むーちゃん本当に口薄いできたろ。むーちゃん本当に恥ずかった。ここにずっと取れてるから、ずっと言ってる、取れてる、取れてる。気にするアイドル。大事だね。はい、ちょっと なんでこんな顔でやってドッキリ大成功。美味しかったでしょ。クソまずい。や、ちょっと美味しかった。むーちゃんが作ってきたんだよ。だからユンちゃんにしたの。塩を入れたってこと。成功しました。成功しました。じゃあ一緒に言おう。せーの、大スキリ大成功。イエーイ、やったぜ。はい、どうでしたか。いや、見てて楽しかったね。すごい、やっぱポッシュうるさいね。むーちゃんいいリアクションする。むーちゃんもうね、本当にまずい。世界で一番まずいもの食べた。私すごいガーエンを食べてるぐらいの、本当にそう。なんか何入れたんだろうってコメントくださった方、塩ですね。塩ね。あの、他にもなんか唐辛子にするとかいろいろ考えたんだよね、うん、でも一番砂糖と塩を間違えて入れたっていう感じはありそうだから騙さそうかなみたいな。そう、いや、むーちゃんのリアクション MVP だよ。もういや本当に見分けすぎだよ。最初さ、美味しいみたいな感じだったのに途中からもうこうなってたからね。そう、隠したんだよ。やっぱり先輩じゃないですか、ライヤーさんはね。だから一生懸命私はあれでも隠してたつもりだったんだけど、いや全然動画見ると全然隠れてなかったね。全然隠れてなかった。もう全然、ね、いっぱいいろいろ本音と建前を使いこなせる立派なアイドルさん。もう全然だよ、ね、あとすっぴん綺麗って来てます。むーちゃん、ゆうやさん、ありがとう。みんなこの V 撮った時はライブ前で事務所の違う部屋でねメイクをしている途中に引っ掛けたんです。そうそうそう。だからドッキリだなんて思わないから、あんな格好でね2人とも出てきたよね。普通にピンとか止めてたね。たかこちゃんの味覚おかしくない？おかしいんですよ。本当におかしい。ちょっと塩がだから少ないところだったのかな。少ないところとかないよきっと。だってチョコレート普通に湯煎で溶かして塩めっちゃ入れたから、うん、ちっちゃいの食べたとか。ライブに支障はなかったって。ライブには支障なかったと思いますね。大丈夫だったんですね。それ食べたからそんな声になっちゃった。違うよ。これ撮ったのもう1ヶ月くらい前ですからね。あと酒焼けとかじゃないですからね、言ってきますけど。さっきあったけど、スローやめれってきてるよ、あのリアクション。ああみたいな時。いや、面白かったですね。あ、準々決勝出大丈夫、何が大丈夫だ。読めなかった。おめでとうって、とにかく ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いや、面白かったね。では、はい、以上、生態調査モニタリングポッシュでした。はい、はい、続いてのコーナーいきます。こだわり5。イエーイ。このコーナーはメンバー1人が発表したこだわりについて他の3人が共感できるかできないかをトークするコーナーです。あの、パソコンで見てくださっている方もカタカタっと共感できるとか、え、何それみたいな感じの反応をくださると嬉しいです。で、これは1ヶ月ごとにこだわりを発表するメンバーを変えていくので、うん、今回は町田ありさ、はい、そして次回はまた違う子ってなります。はい、はい、じゃあまず一つ目のこだわりポイントについて、はい、じゃん、どうぞ。カバンには絶対にチョコが入っている。お、共感できる人、せーの。お、共感できない。だってまず、うん、入れとくぐらいのチョコがあるんだったら食べちゃうんだ。あ、わかる。なんで残しとくのかがわかんない。ちょっとだけ。待って、あったら食べちゃうよね。そうそうそう、わかるわかる。じゃあ、バツとか夏溶けない。夏溶けるんです。ちょっと夏は溶けないチョコを持ち歩けばいいんだよ。ベイクとかね、焼きチョコね。でも私ちょっと柔らかくなっちゃって、なっちゃうでしょ。やっちゃったみたいな。やだやだ、ぐにゃぐにゃになっちゃうよ。共感できるの。まあ、できるよ。だって私も常にカバンにさっき2箱今も入ってます。どうやって食べるの？ちょっとずつ？何ヶ月もかけて？ちょっとずつだよね。いや、確かにちょっとずつ食べてるよね、2人はね。あの、なんか、チョコってなんか人が摂取するとちょっと運が上がるらしいんですよ。何チョコレートを食べるのと人ってちょっと運が上がるらしくて、あとなんか気分転換とか、お腹ほんとちょっと空いたなみたいな時に
食べるんです。確かに。あ、でも入ってるって言ってくださってる方もいますね。共感できる方もいらっしゃるんですね。共感できますか？共感。あれあれあれ、あんまり共感できないんだ。あんまり共感できないのかな。ニキビできないの。なんか、あんまり取りすぎなければ体にいいらしいので。少量なら逆にいいって言うもんね。一気に食べちゃった方がニキビできそうだね。あ、共感できないんだ。私とお高さん気をつけないと。いや、ほんとだね。でも、ってことは私とムーちゃんめちゃくちゃ運いいってことだよ。え、でもその時しかちょっと上がんないから、その時ポンって上がって、それ以外は上がってないってことだよね。なるほどね。なんかめっちゃ流れてきた。頭の栄養分は甘いものだからね。それだけ町田ありさは頭使ってるってことだよね。あ、なんかこれも使い切れてない感じがしますけどね。それはまた別問題かもしれない。あ、今日から新 T シャツだと着てます。そうなんです。リニューアルしました。リニューアルしたのでポッシュをプッシュしてくださいっていう意味で、ポッシュプッシュって書いてあります。ぜひ皆さん買ってください。お願いします。お願いします。続いてのこだわりポイントに行きたいと思います。どうぞ。シャンプーは1回の入浴で2回する。え、せーの。絶対やっちゃダメ、そんなこと。なんで？おかま大丈夫？絶対ダメだよ。え、な、ダメ。2回ってさ、1回洗い流して、またもう1回シャンプー、うん、え、そうシャンプートリートメントシャンプーじゃなくて、シャンプートリートメントってことか、たまに、トリートメント、シャンプー、トリートメントとか。ちょっとあれだよ、理由はって来てますけど、みんな気になってるよ、その。どっから説明です。シャンプー2回するのは、私なんか夏にシャンプーを2回しなきゃ気持ち悪い時があって、それをやったら、まあ、もう真冬でもシャンプー2回しないと。え、どう気持ち悪いの？洗った感じがしない。違う、泡立ちが悪いと綺麗になった気がしないの。え、でもさ、泡立ちが悪いのってさ、しかもシャンプー1回濡らしてこう洗うんだけど、シャンプー1回にね、3プッシュぐらいするの。へえ。だってさ、だから2倍ってことだよ。そうだね。シャンプー代も2倍だし、365日かける2洗ってるってことだよ。そうえ、すごーい。水道問題が出てきました。美容院は2回するよね。ほら、2回するでしょ。でもさ、美容院はさ、同じシャンプーを2回使っています。いや、美容院は違うじゃん。皮脂がなくなりそう。そんなことないかな。いやだったら1回ね。違うんだよ。じゃあシャンプーの前に2分くらいちゃんと水で流さないといけない。そう、流したら泡立つか。シャンプー下手くそなんじゃない？シャンプー下手くそとかあるんだ。むーちゃんの考え経済的ってきてるよ。絶対そうだよね。だってむーちゃんチョコレートのおかげじゃない？チョコレートのおかげでだいぶ頭が回ってる。頭使ってるよ、私のが。男は1回ですもん。そうだね。あ、でもよくあるよって。で、なんかトリートメント先にするときは、あのさ、すごいスプレーとか撮影でさ、使ったりとかライブとかで使うときってもうガピッカミなんですよ。で、そのまんまシャンプーをつけるとすごい絡まってちゃって、すごいコラボしてる人がいい。チョコでシャンプーするって、ね、意味わかんない。ダメだから先にトリートメントした方がいいよっていうのをやってたから、そう、先に1回トリートメントしてスプレーのあれを落とすんですよ。あ、でも来てますよ。1回で落ちない時はあるよね。そうでしょ。そういう日だけすればいいと思う。いや、何回しないとダメなんで。そう、いや、共感できないよ。共感できないわ。だから1ヶ月ぐらいでシャンプーボトル減るよ。そうね、まあ2回やればそうだよ。はい、続いてのこだわりポイントは、靴下は必ず5本ソックスです。はい、せーの。お、え、ちょっとみんな私にも見えるよね。あ、バツ。え、なんで？あの、必ずじゃなくていい、うん、必ずじゃなくて、今日は私ちなみに5本指だけど、うん、毎回ではないかなっていう、うん、あ、それは5本ソックスじゃないと嫌だってこと？そう。でも見るたび5本だよね。確かにそうだ。気持ち悪いんだよ、5本ソックスじゃない靴下が。え、持ってはいる？5本じゃない靴下。持ってる。一応あるんだ。持ってるけど、あの、絶対に中に5本ソックス履いてから普通の靴下履いてる。なるほど。気持ち悪い。してるね。指に触れる部分は5本指がいいってこと。そう。あ、共感です。そう、私も普通の靴下じゃないと逆に気持ち悪かったの。5本ソックス気持ち悪かったんだけど、
ある時を境に5本ソックスじゃないと逆に気持ち悪くなっちゃって、なんか指の間に挟まってる感じ。1回やると癖になる人もいるんですよね。そうなんだ、ちょっとやってみようかな。あと健康にいいんですよこれ。健康にはいい、私は言いますよね。なのでほら罰だけど気持ちはわかるっていう人も、お5本楽だよねって言ってる。毎回じゃないんだ、みんなは。そう、もう毎回じゃないけど、たまに眉もたまに履いてるよね、たまに履く。むーちゃん履かないね。でも興味は持ってはいる。じゃあ誕生日プレゼント5本ソックス20個ぐらい。20、20、20、20、60万本。大量。入ってみたいです。お、はい、ぜひ。本当におすすめ。絶対じゃないけど、まあ、うん、まあ履く分には分かる。三角ぐらいだよね。三角ぐらいだ、ね、うん、あ、ありがとう。どうですか、はい、どうですか。あ、微妙。微妙。なるほどね。はい。続いてのこだわりポイントは、カバンには本が必ず1冊以上入っています。はあ、せーの、おお、バツ、共感、バツ、バツ。あー、うん、1冊以上の2冊入ってる時もあります。おー、重たくならない？重い。重いよね。重いんだよ。重いよね。小説となんか実用本みたいな、あ、入ってたりしますよ。移動中に読むの？これはわかる。お、むーちゃんもそうだ、共感だ。む、うん、ーちゃん本入ってる？むーちゃん歯ブラシそのまんま入ってる。またね、ちょっとね。漫画もあり、漫画は入り、あんま入ってないかも。まあ、でも本っちゃ本。漫画は持ち歩くときはあるかも。お、3冊入ってるんだ、すごい。それは重いね、3冊。肩凝っちゃうんだ。そう、肩凝りやすいから、ね、そうそうそう、2冊でも辛いんだよね。でもさ、ライブ行くときとかはさ、キャリーに入れない？それでもカバンに入れるの？カバンに入ってる。なんで？すぐに読みたい。うん、なんで？だってふとしたときにさ、電車の中でキャリーガラガラガラって開けてさ。できないよね。やるよ、やるやるやる。やんないかな。やんないんだ。これ結構でもみんななんか共感が多くて、そうだね、3冊の人もいるのがすごい ね、 ね、意外だね、うん、そんな感じなんだ、うん、本が2冊以上、あ、1冊以上。今はちなみに何を持ち歩いてるんですか？今は9年前の祈りっていうなんか芥川賞とって、おお、あとなんだっけ、なんか敬語の話し方みたいな。どうした、どうした、すごい。なんで実用本っていうんですか、そういうのが入ってますよ。え、ちなみに、うん、本結構読んでるじゃないですか、町田さん、うん、一番、うん、この本本当に読んでほしい、いろんな人にっていう本は何ですか？あ、それこの間見つけたんですけど、なんか本、なんだろう、小説じゃないんだけど、なんていうタイトルだったっけかな。探し始めました。タイトルを探し始めましたから。僕の隣で勝手に幸せになってくださいっていう、青いブルーさん、カメラマンの青いブルーさんっていう人の、なんか独り言をまとめた本なんですけど、独り言をまとめた本、すごい、あーみたいなのとかもあるし、あ、こう考えるんだっていうのもあるし、その青いブルーさんが、何かに対して思った考えとか独り言っぽいことがずらーって書いてある、うんうん、ずらーって書いてあるし、面白いことも書いてあるの、笑えるの。一人で読んでて笑っちゃってたもん。その笑った内容は、笑った内容覚えてない、覚えてない。言えない。おにぎり落としたシリーズみたいな、おにぎりを落としたみたいな、僕は何々が衝撃的でおにぎりを落としたみたいな感じのやつとか、ずっと一人で笑ってました。そう、本とか読みます？いや、本私好き、大好き。本は好き。お釜が何を大好きなのよ。ちょっとなんか本当にそれっぽい。お釜見えてくる。あの、お姉は、お姉はね、何の本おすすめですか？お姉はダレンシャン。ダレンシャン、ダレンシャンっていう、ダレンシャン、あ、すっごい長い。長いね。そうそうそう、何十話まであるやつが大好きでした。なんかもうダメだ。それでもさ、小学生とかさ、中学の頃に読んだんだけど、それからもう一番はずっとそれだね。それは小説に含まれるの？そう、小説、でも今最近読んでるので面白いのは、 1% を変えるだけで人生が変わる本ってやつで、何か 1% だけ毎日変えてると将来大きな差になって帰ってくるっていう本なんだけど、すごいそれが今読んでる。楽しい。あ、ダメじゃん、自動文学。そうなの、自動文学。そうなんだ、でも楽しいよね、自動文学。
大好きだよこの本。え、マイユンはあんま本読まない？私一時期すっごい小説にハマって、うん、あのおついちさん知ってる？聞いたことある。小説、違う、一休さんじゃないね。お姉黙って。おついちさんっていう小説家さんの本が、なんかミステリアスなんだけど、もう世界観がすごいの、本当に。え、どうなんの、どうなんの、こうなんの、えぇ、ー、みたいな感じのが、すごいおすすめです。面白いんだよ。え、たか子は？私も小説読むんだけど、川上美恵子さんっていう方がいて、うん、その人の世界クッキーっていう本だったり、うん、まあ、小説も読むけど、世界観に入りすぎちゃってさ、うん、自分は悲しくないんだけどさ、わかる。そう、なんか悲しくなっちゃって夕飯の前とかに読んでて、自分は悲しくないんだよ、うん、この後夕飯なのになんか暗い気持ちで夕飯とか食べたりしちゃうぐらい引きずり込まれちゃうから、そうね、ちょっと高子に読んでほしいよ、ついてた。なんか、どうしよう、タイトルもすごくて、夏と花火と私の死体みたいな、なんかいきなり死体で、死体目線の話が書かれてるの、すごいミステリアスが面白いから。アリニャン、おすすめの本教えてくれてありがとう。それわかるわ。マユ、小説好きな、何にわかるんだ、多分引き込まれちゃって。ナレーションにわかるんじゃない？違うでしょ。ナレーションはもう。違う。あとね、本当の花を見せに来たっていう小説もおすすめ。ちょっと分厚いんだけど。なんか泣けるのないの？泣ける。あ、泣けるの？それめっちゃ泣いた。ふふふ。そんなに。すごい泣きました、私たちは。いいですね。じゃあ続いての。なんだっけ、なんとかポイント、こだわり、こだわり、許可ポイントじゃない、こだわりポイントいきたいと思います。はい、はい、帰ったら必ず着替えます。あ、家に帰ったら必ず、はい、着替えるっていうのは外に出てた私服から、うん、着替えるの、ルームウェアに、ルームウェアに、そう、あ、はい、せーの、じゃん、共感、 あ、共感2人のバツか。マユはそのままの服装でいるってことでしょ。あの、てかそもそも、うん、そうなるシチュエーションがまずない。だって家に帰ってきてすぐお風呂に入るから、あ、すぐ脱ぐじゃん。え、でもご飯先に食べる時とかは、そんな、そうそう、そういう時とか、ご飯食べる時は普通に服で食べるよ。それも違うの、ルームウェアなの、着替えちゃう、もう、何、ルームウェアバーザーみたいな感じで着替える。なんで、部屋着に着替えて落ち着くじゃん。だってルームウェアに着替える時間がさ、それがもうあれだよ、だからリセットのさ、スイッチ的なさ、うんうん、落ち着かないじゃん、だって外に来てったさ、うん、帰ってすぐ風呂なんだって来てる、すぐお風呂なんだね。だって夜遅くなっちゃうから。あ、まあそうだね。でも夜遅くない時もでもそうなんでしょ。うん、え、だって昼間に帰ることってあんまりなくない？オフの日とか。オフの日はだって一日ルームウェア外出ないから。知らない、知らない、知らない、常識みたいに言われる。それ共感できないわ。あ、でも結構着替える人も多いみたいです。あ、わかる。くつろげないし、そう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 、なんか洋服をあの毛玉とかにつけたくない。でもちょっとゴワゴワにしたくないし、あの外に行って、ま、あの外気に触れてるわけじゃん、うん、それでルームウェア着るのもちょっと嫌じゃない？っていう人もいるよね。ちょっと嫌じゃない？うん、お風呂入ってるじゃん、そうそう、入ってからじゃないと。だったらお風呂入ってからルームウェア、え、じゃあそのルームウェアで寝てんの？そうそうそう。寝てんの？そういう人もいるよね。寝てる？だからさ、2個用意すればいいじゃん。私は寝てる、寝てる。え、ルームウェアで、私もルームウェアだよ。え、着替え、待って、じゃあ整理すると、家に帰りました、ルームウェアに着替えます、うん、お風呂に入ります、またそのルームウェア着ますってこと、うん、汚いじゃん。え、汚い？汚くないですよ。汚くないよ。だって花粉とかさ、ね、こっから誰もさ、ツッコミないからやめよ。あ、マイユンの気持ちわかるわって、いやー、嫌だ、どんな格好をしているの？嫌だよ。どんな格好だろう、なんかでもモコモコしたやつだよね。自分で着てて、あ、ちょっとなんか触り心地アイドルっぽいなと思いつつ着てるみたいな。私も思いっきりジャージだよ。あ、そっちの方が良くない？学校のジャージ着てる？学校のジャージとか、なんか着るんだ。昔履いてたパジャマのズボンとかで、なんかフリーサイズみたいなのでまだ履けるやつとか、とにかく着心地重視、楽なやつ。あ、ちなみに靴下って脱ぐ？脱ぐ。靴下は脱ぐ。すぐ脱ぐ。靴下は脱ぐ。靴下は嫌だね。ジャージって最強だと思う。いや、もうジャージって着心地いいじゃん。確かにそうですね。以上5つのこだわり、はいはい、全体的にみんなどう？共感できる？あ、ま、分かるけど、でも、
え、無理無理、意味わかんないっていうのはルムガだけ。あるんだね。ない、ない流れかと思った。あるんだね。はい、はい、以上、こだわり5でした。告知。はい、お知らせがあります。はい、お知らせがあります。まず明日ですね、11日にリアライズ撮影会があります。お昼が私、夜がまゆゆんです。で、次の日がフレッシュさんでの撮影会があります。そちらがアリニャンと私となります、はい、ぜひ撮りに来てください。はい、はい、そして昨日が待って、ちょっともう一個いいですか。ごめんなさい、すいません、失礼しました。22日の水曜日がフレッシュさんでの撮影会、アリニャンとムーちゃんとなります、はい、そちらもぜひお願いします。撮りに来てください。はい、そして昨日東京キャンドールさん準々決勝でポッシュ勝ち上がれまして、皆様のおかげで準決勝進出決まりました。イエーイ、ありがとうございます。日程は20日か21日か23日の3日間のうちのどこかなので、決まり次第すぐツイッターやブログでお知らせするので、また皆さん応援に駆けつけてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、それとですね、毎月主催をやっているんですが、本日は4月の25日ですね、四ツ谷ライブインマジックさんの方であります。お昼ですね。で、この日はなんとファッションショーという新たなことをしますので、ライブの合間にね、そう、その服のラミネートが限定発売、物販で限定発売しますので、皆さんぜひ、ファッションショー、ライブ、物販とぜひ3つ楽しめるので来てください。ポッシュティも買えます。はい、ポッシュティは普通のライブでも売ってます。そして今ライブで前売り券も売ってますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは次のコーナー行きたいと思います。はい、お題でつなげて歌詞作り、イエーイ。はい、このコーナーは決められたお題に沿ってそれぞれが歌詞を考えて一つの歌を作ろうというコーナーです。はい、はいはい、じゃあ早速ね、やりながら皆さんには理解してもらおうかなと思います。はい、まず1個目のお題は元気ソングです。お、元気ソング。そしてタイトルがね、アイドルというので一人ずつ、アイドルっていう言葉をあいうえお作文に、作文みたくします。はい、あ、むーちゃんがあから始まる歌詞を一文作って、私がいから始まる歌詞を一文作ってという感じで、アイドルでやって、テーマが元気ソング、元気っぽい曲になるように。はい、そうですね。これをシンキングタイムですね。端から公開していきます。はい、あれ一番最初さ、アイドルだからさ、あれの方がいい、カタカナにした方がいい、こうやっていう感じに、そういう感じにするね。あ、なるほど。ちょっとどんな感じになるのか、ポッシュのセンスが問われますね。そう、これはもうぶつけ本番でいきたいと思います。どうしよう。だってなんか周りがさ書いた内容でどうなるかってなるんでしょ。そう、そうだね。せっかくさ、なんか私たちもね、全然知らないので、お互いが、いやドキドキするね、これは。よし、ルって難しくないって。いや、ルーそう難しいよ。最後ね、どうなるんでしょうか。はい、書けました、みんな。はい、書いたよ。じゃあムーちゃんから公開しましょう。はい、いくよ、はい、せーの、じゃん。失敗しちゃったなって思った時でも、いやおぉながらみんな次で、ね、いきます。アイドルのいい、いつも笑顔を振りまいている私たちは、あ、すごいじゃん、すごいじゃん。待って次、ドドドリームジャンボを買って最後最後落ち頼んだよ。はい、ルビーのように輝く笑顔が素敵。でもさ、なんだかんだつながってるよ。なんだかんだ違う、心つながりいいじゃん ね使えそうだよね。ドリームジャンボ、私たちはドリームジャンボを買って、ルビーのように輝く笑顔が素敵。いいじゃん、うん、元気になれる歌ね、これ。まあ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 、あの使い方ってあちょっとずるい感じのやつね。ちょっとこの調子で次、曲はどうするのって、メロディーはちょっと、メロディーは作らないです。ちょっと作ってみる。
なんだろう、じゃあ端から歌ってくれ。あーあーあーじゃないでしょ、あーでしょ。最初から難しいよこれは。曲で今日喉やばいしね。はい、これはじゃあね、はい、曲はねご自身の頭の中で考えてほしいですね。あのメロディー提供してくれたら音源化を、はい、音源化したいねこれ。あったかいんだから的な感じ。あーなるほど。次のタイお題はね日常です。お、はい、でタイトルは歯みがき。お、今度はまゆゆんからかな。歯みがき、お、え、歯もさカタカナで書いてるの一番最初。カタカナでいいんじゃない。カタカナにしよう、うん、意外と続くね。え、こんなね、うまくいくとは。まあ、まだ最初だからね。やばい、ちょっとドキドキしてきた。いやこれね。じゃあ歯は誰かな。はい、待って、はい、両サイド分かんないの怖いね。え、首が動いちゃう。まゆゆんからわらって。あ、歯磨き、歯磨きって言えば。あ、すごい覚えててくれてる。前歯磨く。すごい、ありがとうございます。皆さんナイスセンスです。お、嬉しいね。あ、当たった当たった当たったで。あ、当たった当たった あの使い方わらって言っちゃう。はい。お菓子の歌詞を作るのかと思った。あ、なるほどね。それも一応そうだよね。お菓子ね、ここで寝る寝る寝るやりたい。それお菓子ねるねるねる。まあまあそうだけど。はい、じゃあ歯磨きをするとき頭が動いてしまう私から。歯がゆいほど何もない毎日、たった一つの楽しみは。あー日常っぽい。いきますよ。水を飲むときもがガミガミしている人もいるけど。やばい。キーきっとその悩みは時間が解決するから。繋がらない。でもさ、それっぽい。これもう消したらいけたよねきっと。あ、じゃあちょっと消してみようよ。消して読んでみようよ。消すとかある。歯がゆいほど何もないけど、歯がゆいほど何もない毎日、たった一つの楽しみは水を飲むとき。結構日常にガミガミしている人もいるけど、その悩みは時間が解決してくれるから。なんか日常にしてはなんか2で終わっちゃったみたいな感じ。日常にしては超重いね。ちょっと全然マユムは詩人だねって来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやこれ楽しいね。楽しいね。これやってる側もすごい楽しいけど、そうやって伝わってくれるかな。楽しい伝わってるから。こっち側すごい楽しい。向こう側でこいつらくだらねえなって思われてるかもしれない。いやでも本当性格出るよねこれ。ほら町田は常にコンパクト、ね、やった。端的に言うよね。確かに。じゃあ次のお題は東京キャンドールさん。東京キャンドール、はい、で、タイトルは優勝です。優勝。3人目は書だよね。しようじゃなくて書です。書。これはもうあれなんか、まあ、みんながふざけてくるか本気で書いてくるかによるんだよね。それね、それによってね。はい、はい、いいよ。じゃあ湯の人。はーい、いきまーす。はい、はい、湯。大丈夫。あれ映った。ニューハーフが映った。ゆうちゃんと言って映った。お前が言うな。いきます。はい、せーの。ゆ、夢を叶える。う、打ち勝つぞプレッシャーに。しょうがないから海の向こう側。なんで、まあ、でもなんか繋がりないよ。しょうがないから海の向こう側へってやばいでしょ。だって書なんてないよ全然。まあまあまあ、でもみんな真面目に書いてきたね。私ぐらいだね。ごめんね。しょうしょう。もうちょっと繋げる。夢を叶えるためにはとかしたら、うん、打ち勝つぞプレッシャーに。打ち勝つぞプレッシャーに。ちょっと勝利とかは勝利だと勝利を掴むためには海の向こう側へ。初戦は突破したからとかでも。ああ、そうだよ。いっぱいあるじゃん。しょうがないから。しょうがない。これ消された良さがしょうがないから海の向こう側へ。海外逃亡って言ってるよ。
しかも上から目線になったってむーちゃんのせいで。いや難しいねこれね。これ結構私真面目にやったのにな。いや真面目に来ると思わなかったな。じゃあ次はね恋愛です。お題恋愛。そして正気の沙汰じゃないから正気の沙汰じゃないから海の向こう側行っちゃうんだろうね。昇進の故障の丸飲みでもよかったじゃん。なんだっけ、白川海ね。はい、次はね、恋愛です、はい、そして、タイトルは束縛。おそそくばく。はい、束縛だよ、いや嫌だね。しかも、くが2個あるってことは私とめちゃんが、ね、そう、そうだ。ちょっと字がバランス悪くなっちゃう。次の人が何書くか分かんないから繋げればいいのか単語とかで、あ、ごめんなさい単語とかで終わらせればいいのか分かんないよね。難しい、予測できないからね。はい、書けましたか。はいよ、はい、そういきます。そう、そんなに他の子ばかり見ないでよ。あー、くお題に沿ってる ね。クリクリしてるそのお目目が、お、かわいいね。やばいかも束縛ね、いいよ。いや、やばいかも。バツイチだっていいじゃない。おく、区役所に届けよう。なんかでもこの辺すごい合ってるじゃん。私は婚姻届けとかさ、あの結婚届か離婚届か分かんない。いやでも恋愛だから一応したんです。恋愛だからバツイチだっていいじゃない。すごい、ここ奇跡じゃない。つながったね。何歳の発想クスクス笑う君はダイヤモンドだよ。詩人だ。わあ、そんなにほら、そんなにね、これ可愛いじゃん。それっぽい恋愛っぽい。これとこれがなんかさ、なんかちょっと今っぽいけどさ、うちら急にふけ込んだよ。こんなに可愛い恋愛ソング作ったのにね。ここでいきなりいきなり昭和ソングなのにバツイチだっていいじゃない。すごい、これ本当にこっち側楽しいんだけど。歌詞に区役所に届けようって出てきたらやだよね。いや、ありそうだよ。歌詞ですから、歌の歌詞を作ってください。歌の歌詞を作るね。はい、じゃあ最後いきますね。はい、最後はポッシュ。お題が、ね、お題です、はい、でタイトルは食べ物、食べ物でいきたいと思います。はい、で濁点あると難しいね。そうね、濁点はね、うん、はい、え、早くね。かけたかな。はい、かけたよ。いきます。じゃあ食べ物のたお題ポッシュだからね。ポッシュですよ、みんな高望みしてこうぜ。はい、ね、終わってるじゃん。ねえ、あんた落ちてこれ、ね、え確かに。ここにつなげて。一人落ち、無理でしょ。別々の道を歩んできた4人が今。おお、いいじゃん、つながってるよ。嘘でしょ、高望みしてこうぜ。まあいきます。も戻ってこいよ。押してくれてた人たちの、ノルウェーも世界までもどこまでも届けるこの子は。いや、の難しいんだよ。直前までずっと考えてたの。の難しいんだよ。待って、これ歌詞としてはあんまつながってないのかな。ほら、切実リアルかって。ちょっとつなげて読んでみてくださいよ。高望みしてこうぜ。別々の4道を歩んできた4人が今。戻ってこいよ、押してくれてた人たち。ノルウェーも世界までもどこまでも届けるこのパワー。全然誰も誰かつながってないね。ちょっとこの間とかに何か入れたら、まあ、歌詞っぽくなるかなみたいな感じですね。ちょっと今度あれだね、本当にやってみたいね。ねえ、メロディーをもらって自分たちで作詞してみたいね。あ、やってみたい。の野上貴子が。いやいや、オチで一人の名前だけ
いやみんなバラバラポッシュらしいって来てるし、ね、の野上貴子でございます。本当自分の名前あったじゃん、野上町田とかさ入れれたじゃん。なるほど、ポッシュなんだからさ。そうだよ、なんでノルウェーで野上出てこないの。もう脳散々で迷ったの。推しの人が海外行っちゃったのかな、ノルウェー行ったっぽいよ。そうね、そうね、そうノルウェー行っちゃったんだね。はい、そうだね。はい、じゃあということでね、これはポッシュの個性が出たと思います。いはい、以上お題でつなげて歌詞作りでした。はい、続いてのコーナーはポッシュトーク、イエーイ。はい、このコーナーは毎回定番の、トークをするコーナーです。はい、はい、今日も質問がね、そうですそうです、いただいていますので、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ポシュトークの質問は随時募集していますので、はい、ツイッター、アメブロにコメントやリプでください。はい、待ってます。はい、メールが、はい、いつも楽しい番組ありがとうございます。東京キャンドール準決勝おめでとう、準決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。早速ですが質問させてください。はい、この春から始めたこと、始めてみたいことってありますか。むーちゃんあれじゃない。うーん、それもあるけど春じゃないな別に。あ、そうなんだ、うん、春なんだ、なんだろう、始めてみたいことでもいいんでしょ。始めてみたいことはいっぱいある。私ゴルフとかやりたいもん。どっち、マレットゴルフ。マレットゴルフって何。そうでしょ。ゴルフやりたいなぐらい。ゴルフにどっちとかあんの。待って、マレットゴルフって何。嘘でしょ。誰か教えて。誰か、ね、ネットの方。待って、むーちゃん、おかまちゃん始めた。この春から始めました。よろしくお願いします。おかまちゃん始めました。でマレットゴルフって何。なんていうの、ゴルフはさピョーンって飛んでくゴルフじゃん。マレットゴルフはさコロコロ転がる宙を浮かないゴルフ。あれ普通のゴルフがやりたい。パターゴルフっていうの。なんだっけ、なんかさ、マレットゴルフ公園でさよくおじいちゃんおばあちゃんがやってるの。それはゲートボール。ゲートボールか。あれはさ、なんかそのさ、どれだけ飛ばしたかによってさ、次のさ、なんかほら、なんか近づければいいんだよね。そうそういう問題じゃなくて。それ何の話今の。あ、でもパターゴルフって言われてるよ。そうなのかも。パターゴルフ、パターゴルフでも初めて聞いたわ。で、みんな始めたいことは何かある。なんだろう、私ね、うん、新しい楽器を始めたいと思っていて、この間楽器屋さん行って、何や、あのね、とりあえずフルート見たんだけどね、最低金額がって感じだったから、 あとアコギを見てどうしようかなって迷ってる最中。あ、マレットゴルフについて詳細が、福井県で生まれた競技だそうです。長野県でフルートって、フルートでも初心者用だと、まあ、2万6000円とかです、ね。始めたことが、始めたことはいないの。始めたこと。でもちょっとあのね、食べ物をねちゃんと作るようになって。料理するってこと。料理っていう料理じゃないんだけど。その話しちゃう。何。なんか私お菓子が好きで、まあ、ご飯とかももちろん好きなんですけど、ご飯はねやっぱおばあちゃんの作るのが美味しいの。自分のはまずいの本当に、うん、でもお菓子はやっぱ買ったのじゃなくてちゃんと自分で作ろうって思って、うん、クッキーがまず一番簡単だから作ってみて、うん、でまあそれをこの間ねみんなに見せたの、その写真を。そしたらなんかそれがじゃがいもだとか、うん、クッキーもスイートポテトも。今出る？出る出る出るよ。クッキーもあのスイートポテトを最初に見せてもらって。そんなクオリティひどいの。やばかったの本当に。なんかスイートポテトはまあどうにかすればこの形になるかなみたいな。なんかミナポの時私が作ってきたじゃん、うん、美味しかった。でその後に作ったんだよね、タカ子が、うん、そうでタカ子が、前私も作ったのって見せてくれたのが、みたいな感じで、ま、これがクッキー。これは見せられるかな。映りますか。ちょっとね、こう前にした方が分かります。あ、でもブログにも前載せたので。ひどい、これ。これまずクッキーですよ。これクッキー。クッキーで。ひどい、これ。これがスイートポテトです。違いが分かんない。ブログにも載ってます。さっきとの違いを教えてほしい。なんでそれで堂々と出せるの。これがフレンチトーストのリンゴ添えたやつ。もっとさっきと一緒だもん。でブログに載せて。でそうなんだけどでもね、この間ね作った時はちゃんと、うん、唐揚げみたい。フレンチトースト違うの。この間はちゃんと家にあるあの型抜きも使って作ったのが、
ほら、どう？これは。え、これ待って、下手くそ。これ なんでこんな色が回るの？出るの下手くそだよ。ちょっと見せてあげて。え、これこそ自信満々なんだけど。ちょっと待ってね。え、なんでこれです。高く太り始めましたって言っちゃった。え、そっち始めちゃったの。どうですか皆さん。1個黒いの気になる。黒いからね。ちょっと待って。これでもあんまりうまい方じゃないよ。いやいや、でも最後のはさ、まあまあまだ普通じゃない？クッキーもスイートポテトも同じじゃねってきて。ヤンキー村。しかも液晶割れてるって言って。液晶が割れてるんだろ。そうなの、思いっきりそれを見てすごいびっくりしました。でも味はうまいかもしれん。味はでも普通に決め出るって何とか一回食べたいだって優しいね。一回試食会しようでだって。えじゃあミラトンよね。そうミラトンやってさ、うちらがさ美味しいか美味しくないかさ札上げるね。でなんか会場に来てくださった方には配るとかしてみんなに試食してもらって、それぞれがクッキー作ってくるとかでもね。うん、そうね。でその作った本人目隠しでわかんないみたいな。才能がアップするまでわからないとか。これ誰が作ってきたでしょうもいいかもしれないね。お客さんにもね。なるほど。茶色くなったらお高さん。高子の形で出てます。あこれこれこれなんか石みたいだから高子じゃねみたいな。いやだ私も。もうちょっとでもクッキー簡単だけどね。もうちょっと簡単で。でも最後のはどう？最後のはどう？えそれでも一発目にあれだったらあまあちょっと下手かなぐらい。いやあれでも私あれ結構何使ってやったの？オーブン。えね本当オーブン使って。でも家にあるもので簡単にと思って、うん、小麦粉と。牛乳とバターと砂糖だけで。でもお菓子作りってさ、ね、サボちょっとさっとなんかないとさ放送中にごめんなさい、ないね、なんかちょっとないだけですごいクオリティがやばい。ちょっと全然違うだけでもね、うん、毎回味変わるしね。そうだね、そこが面白いんですけどね。料理最近してますか？料理お菓子作り結構してる。この間も夜な夜なクッキーを作った。いやあれ美味しそうだったあのクッキーも見て。でそうなんでくれなかったの？聞いて。高子のはいいけど。なんでよ、あげるよ。量がねちょっとね足りなかったからみんなにあげる分がなかったんですけど、あの今度作ってきますよ。むーちゃんはあれがクッキーだと思うよ。私が私はそんなしないね。あそうなんだ、うん、そんなにさ言われわ分かった、まあ、じゃあそこは掘り下げないで、うん、はい次タカコちゃんがポッシュポッシュ大丈夫ポッシュに入って1年が経ちました。皆さんに質問です。この1年で変わったこと、変わらないことって何かありますか？へえ。何にも一切老けたとかそんな1年かそんな感じ。早くない？早いね。そうだね。あ髪が伸びた。あだろうね、だろうね。なんだろう、いつも一緒にいたから、うん、最初のなんかぎこちない感じとかはもう全然なくなったし、だからこそなんか後から入ってきた感はもう全くないよね。うん、おー嬉しい、ありがとう。でなんか最初からこの4人だったよみたいな。いや、うん、全然ね。そうでも言われてまあ1年なんだってぐらい、ね、そうだね、1年なんだ、全然気にしてるって感じするよね。うん、20日で、ちなみに4月20日でちょうど加入、ステージデビューして1年。そうか、もうちょっとなんだ ね。もしかしたらキャンドールかもしれない日だね。そうだね、そうだ、候補日にあるもん、準決勝。そうだよ、かぶってくれるといいですね、本当に。すごい先輩風吹かせてなかった。吹かせると思うよ、この私たちが。先輩風いや、全然アンパン買ってこい的な感じでしょ。いやあれ焼きそばパンだよ、それね。アンパン刑事か。ちょっと刑事、アンパンと牛乳だよね。体のサイズ点点点。あーでもちょっと私結構4キロぐらい太ったの。本当に初めて？初めて去年の4月5月ぐらいから。全然そんな感じしない。毎日会ってるから分かんない。でもこのカレンダー見たらやっぱり去年の表紙と今年の表紙違う。え本当に今年の表紙本当にまん丸してて、ストレスでってきてる。違う、でも本当よくなんかいろんないただき物とかもして、それまでお菓子とか食べないようにしてたの。言ってたよね、だって加入当時そうだったもんね。そうでもやっぱいただいてなんかもう食べるようになっちゃって、そっから。そうね、しかも私とムーがいるとさすごい食べるからさ。そうね、めっちゃ振られるでしょ。あ、そうか、うん、逆にね。なるほど。あ、まだあります、はい、まだ他に
2015年もあっという間に4分の1が過ぎました。皆さんに質問です。これから起こりそうなこと、起こったら面白そうな2015年の大予想をしてください。例えば町田ありさ、都内の美術館ほぼ制覇、美白の和樹まゆ、この夏小麦色のまさかの、ゆうちゃん新しい挑戦に挑戦、半年で30回、何をだ、わかんない、縄跳び縄跳び縄跳び、いやできるわ。野田美拓子、肉も大好きに、まあでも最近食べるよね、うん、別に肉も嫌いってわけ落ち着いて落ち着いて、嫌いってわけじゃないけど、やっぱ魚の方が好きだなってだけで、別に嫌いってわけではないです。2015年、なんだろう、なんか起こったら面白いこと、あ、起こりそうなことはキャンドール優勝して、うん、いきなりフランス、まず地方とかにも行かずにフランス行って、ね、エリート街道とか、まず海外から制覇して、全然こっちの国内は全然、ね、そう、大阪から全然行ってないのに、一番きれいかった、だってライブ会場っていうか、そのライブさせていただいた場所は国分寺さんですか。そうだね、国分寺からのフランスって相当やばい、ね、距離がね、そこから戻るんですね、うん、まず成田行くのもすごい遠いですね。そうね、羽田成田、羽田だね、そうそうそう、そう、ああ真面目な系ね。私はもう食べ物を作るのが上手になる。あー、いいね、いいね、みんなに持ってきて、え、本当にこれおたかが作ったの、信じられないみたいになるぐらい食べ物を上手に作って持ってくることかな。やってたぶんさ、今年中じゃ無理だと思う。いや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 、いや、もう来月中とかでももう余裕だと思うけどな。え、じゃあ私もそれに合わせてたか子と同じものを作ってくる。うわー、やめて、それはダメだよ、もう全言撤回、もうやっぱダメだわフランス行こうだって。ポッシュパリと間違いバリ島へ。うわ、やばいやばい、それはやばい、まあ、でもバリ島楽しかった、海外だからね、楽しかったよ、ね、でも虫とか食べなきゃいけなくなるんでしょ。あ、大丈夫、そんな拷問されてない。なんか怒りそうな、なんかあります、なんかあるかね、あとなんだろう、でも、うん、新曲とかは増やしてた。あ、そうだね、あとはまあ平成のシンデレラ、衣装が衣装新しくしたいね。あれもデビューしてからずっと ね、もう2年くらい、ですね、うん、あ、まあ、人気者になるのが一番いいですね。お、フランス決まったら見に行く。え、遅くない、そのフランス前がちょっとさ、準決勝と決勝、そうそうそう、ね、本当にお願いしますよ。決勝はみんなはパスポート持っているのって。持ってる、持ってない、持ってない。 TIF 出れば、あ、出たいですね、出たい。そのためにも、うん、普段からもコツコツとできることをやっていきます。はい、はい、ぜひミラー、あ、ポシュトークのね、うん、お題もお待ちしていますので、はい、お、新曲楽しみって来てます。お、ありがとうございます、頑張りますので、頑張ります。はい、はい、キャンドールもよろしくお願いします。よろしくお願いします。次回の放送は4月のじゃない、5月、5月、5月のめくって5月の8日、8日、はい、金曜日ですね。5月の8日はもう決まってるのか、いろいろ。そうだね、そうだよ、決勝終わりじゃん、終わってる、え、終わってる、終わってるよ。どうする、みんななんかどうやって、元気にできるように、怖いよね、頑張ろう。フランスも見に行くかなって。じゃあまずお金を貯めて一緒に行きましょう。じゃあ待って、ポッシュ解散って言ってる人がいる。やめて。次回はフランスからか。あれ？次回は全然スタジオからです。そうだよ、そうそう。あのフランスが決まったら7月にです。そうね、うん、7月。はい。なので皆さん5月8日も楽しみに、あとキャンドールと取材の方も。たくさん重大なライブありますので、そちらの方もツイッターアメブロチェックしてください。今日も見てくださりありがとうございます。ありがとうございます。はい、以上ミラクルポッシュでした。